はい、どうも、てよっぴーです。引き続きジャンボ空港物語やっていこうと思います。ちょっと待って、不審者いるから。不審者がいる、ちょっと待ってよ。普通にして、どこだどこだ、捕まえてくれてるか警備員。動いてないな、こいつ動いてないな。俺が見つけてやるか。じゃあどこだ、こいつか、違うな。止まってキョロキョロしてるやつが泥棒ですよ。いないな、もう帰ったかな。なかなか見つけづらいんだよな、こんだけもう大きくなってくるとね。見つけたいな、でも見つからないな。どう、わかる？俺全然わかんない。止まってキョロキョロして、待って、こいつら家族連れのパターンあるか。いや、座ってたりしたら大丈夫なのか。いや違うな、まあいいか。じゃあ今日のところはランクアップだね、目指していこうと思うんだけど、もう人気106種類作ってあります。で依頼も80件達成で、人気を550でも534なんで、もう少ししたら行くんじゃないかなっていうところですね。お金もまた2700万まで貯めてある老夫婦ファンになっちゃいました。メダルもらいました。メダル持ち物で7個。いらっしゃい、今日は何します。商品の入荷数アップ、飛行機の座席、あーどっちもいっちゃいいか。在庫3、まあでも座席アップ、在庫1だからこれやっちゃおうか。オッケー、またどうぞ。でそうこうしてる間に研究の結構いっぱい出てきたんだけど、消費ポイント高いよね。でもやっぱステーキとか作りたいじゃん、作ろう。コンドルもね、あーちょっとだけはレベルアップさせてるんですよ。いや次なんだ、ギガ空港の次ってなんだろうね。ランクアップ、ギガの次なんだろうな。で購入でスパコン、高性能なコンピューターでスーパー速い。コメントが頭悪そうだな。まあ俺も人のこと言えないわけだけど、俺持ってないよね、ちょっと待ってよ、広げれるやつ持ってないよね、持ってないね。小さな子開けとこ、 OK。まあ、この辺はね、いざとなったら、いやこっち側の方もなんとかしていきたいな。っていうかこっち側にも警備員置くか。警備員これだ、警備室ここに置くか。こっち側の方がいいかな、ここに置こう。よし、こいつが犯人を捕まえ、泥棒を捕まえてくれたりするから、泥棒は許しませんで。よし、いやーだいぶいい空港だな。それにしてもゴールデン期間に入りました。あ、ポンドステーキ、まあ一応全部やっとくか、ハンバーガーとかも。結構ね、もう人気も98、あここ98か、100、110いってんの、どこだろう。あここ123だよ、食堂1号、いいね。豆エリカ、あもう少しで行きそうだね。そろそろ電話くれたりするかな。電話もらってないよね、もらってないね。もう少ししたらもらえそうな気がするけど、もうでもさすがに限界かな。まあまあ広がってるもんね。スノーランド大陸に1つ、いや違うな、ここ2つあるもんな、豆エリカとアリエンヌ大観。いやカイロ島絶対あるよなここね、絶対これカエロくんの形してるから、カエロとハンバーガー追加、あワイハここなんだ。うん、今回でもワイロくん出てきてるし、あでもソフコ姫まだ出てきてないか。そうだね、でチンパンジーとか出てきてるから、あとはそんぐらい。覆面も出てきてたよねどっかね。あ待って、依頼やってっか、依頼も結構溜まってます。フェアとかもやりたいけど飛行機の手配、私のパパも今度来たいっていうので飛行機の手配をしてくれるかしら。
まあまあ飛行機の手配はするけど、お金こっちが払わなきゃいけないんだね。なんなんだよお前ら。水上バス、水上バスの利用者が増えてきたので便数を増やしてみてはいかがでしょう。水上バスの購入、あ、え、買えるの。前回水上バス来るようになったんだよね。こっからもお客さん来るようになったみたいで、うん、いやかっこいいな。うち音速なんすよ飛行機が。もう悪いけど、はこの飛行機かっこいい。ウィリアム航空だって、いろんな色使ってんじゃん、ずるい。うちなんか2色しか選べない、あの2トーンしか選べないのにな。さあブドウジュースも追加。まあこの辺のね、あの調べるのはこっち側で適当にやってきますね。まあ今んとこはランクアップの条件満たしてるから、とりあえずいじらなくていいかなと思ってるんだけど。よしよしよし、いいぞ。お金もそこそこあるんだよな。購入してくか、飛行機。コンドル高いな、1000万か。サービス力52、あーだけどまだジャンボの方が高いね、微妙に。まあでも今レベルアップしたらそれは超えてくるよな。さあ行くか、ランクアップ537、ちょっとずつだね。まああとは本当に待ってるだけなんだよな、これが上がるかどうか。まあでも新しい人が増えたら結局人気上がったりするから、まあこの飛行機の手配とかしたらお父さんが来てくれるのかな。いやこっち側になんか建物作ってもいいの。あ、ここにね動く歩道を作ったんだけど、やっぱこいつらね移動時間こうやって急いたりするから、みんなのためを思った空港ですね。あなただけ空港なんで、嘘偽りない空港ですね。あなただけ空港。バレリーナ、はいこんにちは。出たー、バレリーナが投資のお願いを来ました。なんか他呼べる人いるっけ。郵便を出したい、実行中実行中。なんかあ、これいけるか。あ、いけないね。うーん、なんかツアーみたいな人たちはいないね。よし、いいよいいよ。あ、すごい見て、めちゃめちゃ飛行機来てるんだけど。さあパリエンヌも順調に仲良くなってっています。コンドルも研究するか。じゃあ満足度上げとくか。いやコンドルの上はさすがにないかな。宇宙船とか出てくるかな。飛行機の手配、財閥夫妻さんが客室に追加されました。1日に寄港する水上バスの本数が増便、ってことはお客さんもっと増えてくるってこと。じゃあ、映画スタジオ、副業で西部劇へ出演していましたが監督として映画を撮りたくなったのでスタジオ設立にご協力ください。カウボーイ行ってこい。で長旅ですっかり疲れちゃいました。短時間でリフレッシュできるような施設があれば締め切りに間に合うかも。漫画家仕事終わらせたから行った方が良かったんじゃないか。漫画家順じゃちゃちゃちゃ順番がね違うね。まあまあそういう人もいるような。リフレッシュしてから仕事に取り掛かりたいっていう人も、まあ漫画家さんなんてね終わりなき仕事みたいなとこあるからね。まあ終わりはあるけど終わりはあるわな、漫画描いてんだから。まあでもね常に追われてそうだもんね、締め切りに。イメージ的には。こんにちは、あなた空港さん。来た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 。粗品送ってもらって、でさらに携帯。あ、幸運のお客っていうことはもう終わりか。もう来ないかな。都市一覧、アメリカマックスになったけど携帯電話くれなかったな。え、ってことはカイロ島とかは出てこないのか。それともパリエンヌの方で出てくるのかな。え、もう何、このゲームの限界見えてきた。いや知ってるんだよね、カイロソソさんって本当に最後の最後のクリアめちゃめちゃハードル上げてるんだよね。
多分ね、それがどっかに来るなと思ってるんだね。あ、ワイル君から来たね。そこ俺は知ってるから。めちゃめちゃハードル上げてくるんでしょ。マジ無理だってっていうぐらいのハードル上げてくるんでしょ最後に。あ、財閥夫妻来た。 OK。 まあカイロ君、そうだな、カイロ君は 見ずには終われないもんな、やっぱり。さて、特にすることねえなもう本当にすることねえな。経営でランクアップ539。まあ今財閥とかも来てるし、ちょっとずつ増えてってはくれると思うけど、まあ映画スタジオの設立と旅の疲れをリフレッシュ、あと3時間なんで、まあこれちょっと待とうか。さあ来ました、社長投資した映画スタジオ設立が完了したそうです。映画監督さん来た来た来た。旅の疲れ、酸素カプセル、酸素カプセルだと。じゃあ南国の花、南国っぽさを出そうとホテルにラフレシアの花を飾ったら悪臭騒ぎで客がいなくなりました。別の花を探してください。ラフレシアって臭いんだ。へえ、知らなかった。ホテル社長、ラフレシアってなかなか見ることないから。世界的なファッションショーへの参加が決まりました。服を着こなせるモデルさんを集めたいのでご協力ください。これはモデル来るな。で、酸素カプセル、いるかこんなの。ちょ、置いてみよう。いつものように調べてみよう。コラボがね、これはコラボしない。じゃあこの辺、はい、コラボしない。あー、この辺ちょっと大きすぎたな、ごちゃごちゃ。コラボを試すためにも置きたかったけど、ここ置ける。あ、でもコラボしない。え、コラボないのこれ。え、これもコラボないの。コラボないのやだな。ないね。仕方ないから、じゃあこれこっちだわもう、まあ、この辺置いとくか。酸素カプセルってどういうこと？回復するのかな？ホテル代わりかな？さて、じゃあモデル探し、モデル募集と南国の花探しだね。あ、ニュース速報来たぞ。おはようございます、ニュースをお伝えします。マメエリカを舞台にしたドラマが大ヒットし、聖地巡礼にファンが押しかけているそうです。前も見たねこれ。まあでもうちはマメエリカ飛ばしてるんで、それはいいかもね。いや、コンドルの改良も早くマックスまで行きたいな。ただもうバカみたいなポイント必要になってくるからあ、映画監督来たね。ランクアップは41、あと9か、もう少しだね。持ち物で、ああ、使うとランダムに施設の人気がアップ。これも使ってっちゃうか。いいよ、結構上がるよね。どこでもらったんかちょっとよくわかんないけど、小さな箱に入ってたのか。うん、キョッキョ。よし、じゃあちょっとまた時間経たせていこうかな。社長投資した南国の花探しが完了したそうです。ハイビスカス、モデル募集、スーパーモデルさんが客層に追加されました。スーパーモデル来ちゃったよ。あとこんだけか。野菜の空輸、貴族のお子さんの誕生パーティーで呼ばれましたが、ベジタリアンということなので新鮮な野菜を空輸してほしいです。ベジタリアンか。肉も食べた方がいいと思うよ、俺は肉好きだよ。旅先で絵はがきを送るのが趣味です。空港に郵便局が入っているといろいろ便利だと思うんですが、どうでしょう。あ、郵便局作れるんだ、いいね。郵便局は何かとさすがにコラボしそうだな。うん、よし、また時間を待つだけ。あ、デコレーションケーキもらってる。いちごが乗った可愛いケーキ、これいこう。コンドルもね、もうちょっとやっていきたいけど、まあまあまあいいでしょ。よし、さあどうだ、あと6。さあどんどん気に入ってくれよ、いい空港なんだから。
ここら辺もな、ちょっと上げたら金あるから、こういうの置けるのかな、外に。あ、置ける。こっか、レベルアップ。あー、なんか出てきたね。いいじゃんいいじゃん、もみの木。はい、23番機に送迎バスが着きましたよ。乗客の送り迎えが高速化されそうですね。で、どこにあるバス。あ、チンパンジー来たね。あ、これか、ちっちゃいバスバスちっちゃい。高速化されるとかあるんだ。はい、だこういうのやっぱガンガン置いてった方が、うん、いいんだろうね。一番上が何なんだろうね、気になるな。ここら辺買ってこ、置いていきたい。よし、桜もさらに置こう、さらにレベルアップさせてこう。でもみの木ももう一個置こう。あ、バスが来てる、バス増えてる、バス増えてる。え、こんなもんかな、最高がバスかな、早いかな、バス乗ったりするのかな。あー、荷物だな。あ、バスで動いたりはとかしないんだね。スーパーモデルさん来たね。来た来た、ランクアップ可能。来たよ来たよ来たよ。さあ次は何でしょう。ギガ空港から行け、世界空港。え、ギガ空港から世界空港。ギガ空港って言ったらもう世界空港のイメージあるんですけど。200万と400ポイント。いやはや、あっぱれじゃの。あなた空港は世界一の空港じゃ。これを使いこなせるのはあなただけ、空港だけじゃの。さあどうぞ。展望デッキ。これ以上のランクはないんじゃが、今後も見守り続けたいと思ってるぞ。あ、これからも頑張るんじゃぞ。フォー。ランク、これマックスか。へえ、最大ランク。え、じゃあこの後は何、何を目指すんだ。これが今もうマックスの状態で、ああね、1年度の終わりのやつかな。お客様が見え、あ、来たカイロくん、こんにちは、僕カイロくんです。あなただけ空港なる空港が最近暑いと小耳に挟んだので行きたくなりました。けどお金がないので招待してくれると嬉しいです、よろしくね。来た来た来た、カイロくんの招待ね。これがレベル高いって感じか。やってやるか。今をときめくあなただけ空港に行ってみたい。いやでも言ってもうち結構な能力値よ。ただでも110ぐらいじゃひょっとしたらダメなのかもな。さあ釣り人がメダルをもらいました。社長、投資した野菜の空輸が完了したそうです。貴族一家、こんにちは。あ、大富豪か、投資経依頼。投資は結構来るね、まだ。まあちょっとやってなかったっていうのもあるけどね。うちの庭にサボテンを植えたいんだが、腕のいい庭師を紹介してくれないかな。庭師が来るのか。いや、まずはやっぱりでもそうだな、カイロ君を満足させるにあたって飛行機の快適さとかも必要だと思うから、まあ、マミリカはマックス。あとはパリだよな。パリエンヌ、パリエンヌだっけ。そっち側がマックスになったら電話来るかどうか問題だよな。パリエンヌが。え、ノープラン。え、待って。あ、待って、俺コンドルあるんだけど、飛ばして飛ばして、全然飛ばしてなかったじゃん。そうだ、パリエンヌ3機飛ばそう。いや、こっちのコンドルずっと寝かせてた、もったいねー。動け動け、音速の飛行機。あ、土地権利書来た。たっか570万、買っちゃうよ。そうか、じゃあもう別にそこまで広げなくてもいいかもな、下手したら。もう出てくると思わなかったな、カエル君。結構早かったな。そっち、いいぞいいぞ。あと一マスかな。はい、パリエンヌ。さあ
おかげさまで人の流れが増え、街中も活気にあふれるようになりました。お礼といってはなんですが、行くばっかの粗品を送らせていただきました。電話くれ、電話くれ、それとこれも。あ、幸運の補給。ではそれでは引き続き観光楽しんでてくださいね。あー、もう島も全部だなこれで。じゃあ、うん、そうかそうか。あとはじゃあカエル君を満足させれば終わりってことだね。あれ、今回最終回かもしかして。来たカエル君、さあ満足してくれるかな。さあ入った時のイメージは、小柄で空港か、空港の雰囲気はどう。いや、だいぶ高いでしょ。47、半分いけよ。あー、いや半分はいったけど、どうだ。なるほど、想像以上です。これは期待できそうですね。楽しみたいと思います。どうだ、ここら辺結構上がってくれるんじゃないか。うわ、満足しねえ。あ、7上がった、よしよしよし。いや、そこの、いや、休憩とかいるかな。風呂か、どうだ。いや、全然上がらん、まずいかも。何回か呼んだら行くかな。あ、郵便を出したいが完了したそうです。郵便局、あー、ちょっとカイロ君見たいんだよな。カエル君お金下ろしてる。お金なかった。まあね、こんなに楽しいね空港だと。はい、私の知り合いの三つ星シェフさんがあなた空港に興味を持ってる。へえ、三つ星シェフ来るん。もうちょいだ、もうちょいだ、カエル君もうちょい行くか。これ行きそうだな。いや、ソファーで寝てるカエル君かわいそうに。まあ我慢してもらうしかないな。カエル君行きそうだな。これでなんかあと飛行機とか乗ってくれたらちょっと上がったはずだよね。あ、行ったわ行った。え、カエル君簡単じゃん。もうちょっと苦労するかと思った。ドライガーデン、あ、郵便局作ろう。郵便局作れるものがいっぱいあって大変だぜ。あ、そう、展望デッキもある。展望デッキこの辺、展望デッキコラボ見る？行っか？展望デッキコラボとか行っか？なくても。カエロくんさんがお帰りのようですよ。果たして満足いただけたのか。いや、満足したよね。よかです。ぜひ僕たちの島にも遊びに来てくださいね。来た、カエロ島来た。おー、カエロ航空、上にカエロくん乗ってる。え、で、これで発着スロットで、じゃあワイハーもいいか、解除して、カエロ航空来た、契約しよう。 OK で、フライトプランでも飛ばせるよね。パリエンヌを、パリエンヌもマックスだね。あった、カエロ島。カエロくんたちが日夜ゲームを作ったり爆発したりするリゾート島。リゾート島行こう。よし、カエロ島。あ、政治家がファンになってくれましたね。で、郵便局か。これだけどもうそんなにすることなくなってきちゃったな。カエロ君も来たしね。まああとは全員来たら何かあるのかっていうところにもなるけど、どうだろうな。カエロ、あー、でもそっか、ソフコ姫がまだいるか。ソフコ姫がどこに出てくるかだな。てか全然コラボしないな、もう後半のあやつらは。うん、コラボしないんだったら置いとくよ適当に。この辺とか、違うとこか。いや、ここでいっか。よし、で、あとはなんか建てれるもん増えたっけ。あー、ドライガーデン、この辺曲げちゃうか。
そうだな、通行できないと困るから、まあ、この辺上げとくか。景色アップ。あとはまあとりあえずよしとして、購入で土地権利書出てきたよ。では使おう使おう土地権利書。さあどんどんでかくするぞ。よしよしよし、でかくしたところで置きたいもの特にないんだけど、ね、もうスペース余してるから置きたいものはないけど、土地は広い方がいいでしょう。地価上がってるっていうしね。三つ星シェフ、じゃあ三つ星シェフさんを招待して空港にテナントを置いてもらえるように協力を仰ぎましょう。カイロ君より後に出てくるからな、こいつよっぽど強いんだろうな。社長、カイロ航空の旅客機がやってきましたよ。おー来た、カイロ君の飛行機。なんかあんまかっこよくねえな。高濃度体験感。おおお、ぼちぼち、わあすげえ入ってきた。いいぞいいぞ。あれカイロ君一人しか来てないよ。カイロ君さん初めて訪れたの。空港の宣伝フェアと空港の宣伝してましたね。え、カイロ君しか来ないのかな。いやだけど情報の都市一覧、いやまだ来るよな。いやソフコ姫と川来るよな。あーまあでもまだ出てないやつらいるね。一人ずつぐらい。あ、陸の孤島市見つけた住人22人、合計人気2198。都島は全部終わってるけど他全部一人、あ南島も終わってる。これどうやって出てくるんだろう。三つ星シェフさんがいらっしゃいました。いやこれは満足するでしょ。三つ星シェフもカエル君よりはさすがに強いってことないよね。どうだろうな。あ来た来た来た、これがエアポートアワード発表されるらしいです。これがマックス取ったらどうなんですか。飲食はもう500って言ってますね。えおっと、接客も500いった。ショップが全然いってないな。おっと 4.5、 お疲れ様でした。次の審査に向けて 4.5 か。だショップを上げていかなきゃいけないってことか。ショップこういうのをじゃあ上げていくか。いや満足の札とか置いてるな。宝船、いや結構置いてってるぞショップにも。それでもダメか。いや招き猫とかも置いてるしねえ。何がダメ。じゃあ満足の札ここに置こう。郵便局にも置くか。ショップっていうぐらいだから、でも郵便局とかではないよな言っても。あさあどうぞ。180もめっちゃ稼げてんな。いいじゃないいいじゃない、もう安定だね。安定の空港だね。本屋とかじゃあ置いてくか。満足の札に、こっちはじゃあタッチ決済、タッチ決済これで結構上がってるかな。さあ画家メダルもらいました。コンドルとかも早く研究したいけど1600か、遠いな。ステーキとかちょっと置いてみるかな。ステーキとあとなんか新しいのあったっけ。フカヒレスープいいね。ブドウジュースとかもあるか。マリトッツォデコレーションケーキ、ここら辺はスイーツ屋さんだよなさすがに。なんだ俺今何置いた。ポンドステーキと焼肉弁当、いや肉コラボいいんじゃない。肉コラボ、いやステーキって言ったらでも味噌汁って感じではねえか。さあどうだ。あマルすらつかないわ、全然ダメじゃん。へえ、
行きそうな気するけどね。ダメかい。じゃあ逆にどこなんだろう。釜飯だったっけ。釜飯でいいんだっけ。スイーツショップ、スイーツショップか。スイーツショップ、弁当屋さんではなくスイーツショップ。あ、はいはい、こうね、はいはい、そういうことね。スイーツショップで高級チョコ、あー、マカロンちょっと低いからデコレーションケーキで、クレープとマリトッツォ、どう、いいんじゃない。さあどうでしょう。いいよ、まあチョコはいいね、マリトッツォもいいね、デコレーションケーキもいいね。コラボしない、コラボがしない、なんだよ、もう何を言ったかも忘れちゃった、またマジか。クレープと高いのいとくか、カステラ、大行地と飲み物、飲み物なのかな、飲み物だよね。あー、チョコとはコラボして、大行地、大行地ってよくわからんやつはとはコラボしない。大行地何、マカロンか。まあいいや、とりあえずこれでいいか。よし、でも特にだけどな、よしよし、いいぞ。あ、ベストいった、なんかしゃくいった。さあ、三つ星シェフさんがお帰りのようですよ。果たして結果は。そうですね、うん、まあまあ、マジか。は？おい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 、三つ星シェフが強気なもんだな、おい。来てもらわんくてもうちは困んねえんだけどな。くそ、また呼ぶか。来てもらわなくても困んねえんだけどなって言われにはまた呼ぶからね。まあ、あ、カエロくんは、あれだね、コインくれないんだね、多分。右側にコインのマークついてないもんね。あ、だけど30と100でなんかもらえるね。まあ、この辺もちょっとやっていきたいよね、しっかり。あ、プレゼントもらったら、なるほどね、こういう感じ。30で依頼来て100でメダルもらえるってことだよな。そっか、カイロくんの30の依頼が何かによるよね。ハードル高かったらやだな。まあちょっと進めてみましょう。さて、リベンジマッチですね。三つ星シェフさんがお帰りのようですよ。さあどうだ。こんにちは、この度はご招待できありがとうございました。素晴らしい空港ですね。ぜひレストラン出店。よし、来た来た来た。レストラン、あ、レストランができるんだ。そこでじゃあステーキか。あ、でっかでっか。あー、ちょっと試せないわ。でかすぎて。こっち置くか、じゃあレストラン。ここら辺にね、ドンと。ここでステーキだな。ポンドステーキ。レストランか、レストラン。ビーフストロガノフ。そして飲み物は、フカヒレスープ。ちょっと中華とは違うけど、どうだ？いけるか？いや、コラボ見たいな。ちょっとここに置いてみるか。オッケー、ステーキいったね。ああ、いいね。ああ、いいぞ、完璧。そこのコラボか。賄賂紹介なんか、あー、まあ買っとくか。これを強引に置いてみる。ああ、景色アップで海だ。他はもう置けそうなスペースがねえんだよな。試したいんだが置けない。ということで、じゃあこっち戻ってきて、ここにいて。でもレストランはもういいんだよな、正直。正直今あげたいのはショップだよな。ショップと施設、施設もうちょっと置いたらいいってことかな。置くか、ショップも置くか。
増えたらいいってことか。これもう一個ずつ置くか。じゃあ売店とかそういうことでいいのかな。結構置いてるけどな、売店グッズとは。あとはまあ、この辺か。本屋ね、これで上がってってくれるのかな。薬局クリニックも置くか。じゃあ薬局、薬局とクリニック、よし、こんなんでいいでしょ。これでだいぶ上がってくれるはずじゃないのかな。相性アップしてって、よし、いいぞいいぞ。でアイテムも、あーそこ大したもん置いねえのか。まあ宝船ぐらい置いとくか、グッズストアに。これであとは依頼、あ変わった服探し来てるね。旅行のお土産といえば変な言葉が書かれた T シャツですよね。ぜひ空港内にお店を作ってほしいです。服屋さん置けるってこと。あ服屋さん置いたらショップ増えるかな。それはいいかもね。うん、それちょっとやっていきたい。おっとポイントも1500いけるか。いけない、1600、もうちょい、もうちょい貯めて、あ1600いったね、よし、いいぞいいぞ。で研究で、じゃあコンドルを、あー、まあ、快適性マックスまでいっちゃおう。じゃ研究ポイントまた貯めなきゃいけないな。うん、変わった服探しの投資待とうか。じゃあ来た来た来た。さあ映画監督から投資のお願いが来ましたよ。なんだ、トーテムポール制作。今度撮る西部劇でのシーンでトーテムポールが必要なんですか。本物の職人を呼んで作ってもらえて。トーテムポール職人なんているの。いやどうなんだ、日本にはさすがにないと思うけどな。アメリカとかにはいるのかな。世界一のトーテムポールを作りますよみたいな人たちが。世界一のトーテムポールって何、どんなの、よくわかんないんだけど。いやいいね、すっごい混んでる。結局この小さな箱も重要だよな。結構たまったかな、14個もある。あそう、俺土地権利書も買ってあるんですよ。そうだ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 、使ってこう使ってこう。じゃあ行こう。あーそっちか、もうちょいだね。だけどもうちょいで広がる。航空車も終わり、はいはい、よし、いいぞ。こういうのもやってたら多分人気も上がってくんだよな。いやー回路とちょっとずつだね。空港の敷地をここバーッと広くしたところであんま意味はないよな。ブーティック、これは必要。ま、置いてみよう。何かとコラボするかもしれん。なんだろうな、ブティックだから、どことどことどこと相性上がった。本屋と上がった。まあ本屋とも上がったのわかるけど、他も見てみたい。これ置いただけで上がるのかな。あ何何何、エステサロン、エステサロンもいいのか。靴磨きとブティック、靴磨きもいいの。靴磨きがブティック、あーなるほどね。じゃあこれいいじゃん。そうか、じゃあこれ他は特には。さらになんか上がった、何これか、神社。お本屋と神社もいいじゃん。ブティックめっちゃ上がるじゃんね。うわーいいな、どうしよっか、困ったね。置いちゃうか。で本屋と、ブティック、
何？神社。神社、靴磨きも上がったよね。靴磨きも上がった。あと何け？靴磨きと、エステサロンだ。はい、ニュース速報。何？成田空港で窃盗が発生し、被害に遭ったお客様が、ド発点をついていると、ド発点っていうの？スリの被害が発生しました。マジか。しゃあないね。まあそういうのはもう昔から言われてる。盗まれる人が悪いって。そんなことはないけどね。盗む人が悪いに決まってる、そんなの。これ届く？届いてる。あ、届いてる、よし。あと神社も来たい。あ、待ってよ。だけどもう本当にこれでもちょっとスペース的にあれだよな。これ届かないよな。ここは、あ、ギリギリ届くね。ここでいっか。よしよし。いや、ブティックマジで結構コラボすんの。金運上げとくか。金運ってだけど料金アップは別にいいんだよな。それでも人気20とかしか上がらないんだね。ここら辺にじゃあこういうの置いてってみるか。景色上げてこ。景色上げたらいいって言ってました。いいねいいねいいね。そうだよな、レストランとかもしっかり置いときたいんだよな。あ、トーテンポール。建築可能。建築可能？わ、景色21だって。めっちゃ高い。これ置いたら通れねえかな。通れなさそうだな。どうしよっかな。いいとこないかな。この辺は、この辺でもいいけどな。なんかピンとこないね。ピンとこないね。この辺開けたいっちゃ開けたいんだよな。ここ通路だもんな。いや結構ごちゃついてきたな。もうここ通れなくするか。そういうわけにもいかないか。まあいいか、とりあえずここでいっか。社長、はい。新しい依頼が送られてきたので掲示板に貼ってきましたよ。え、依頼？友達の紹介。カイロくん、ここは素晴らしい空港ですね。今度友達も連れてきたいので渡航費をお願いします。出してあげる。フェアもじゃあやっとくか。三つ星グルメ行くか。48 57 23。よし、これで行こう。友達の紹介って誰連れてくるんだろう。ソフコ姫かな。女友達。いいぞいいぞ。100目指して頑張っていこう。これででも結構ブティックとかも作ったから、どうだ経営の空港評価。あ、そっか、これ前回のやつで今回のやつ次は分かんないのか。さあ、エステティシャンも満足してくれました。よし、じゃあ友達の紹介まで飛ばそうか。フェアの開催はね、もう結構見せてて同じことになってくると思うので、カイロ君の友達の紹介行こうと思います。さあ、カイロ島のカイロ犬さんが客層。お金払ったらこういう感じくるんだ。カイロ犬ね。カイロ犬か。確かにカイロ犬もいたな。ってことはもうカイロ犬ぐらいってこと。今30位って紹介されたってことなのかな。待って、情報のお客一覧で、そうだね、30位って、あ、すか、でも次カイロ犬が紹介してくれるのか。なるほどなるほど。カイロ犬か。犬にも対応してますよ、うちの空港。ペットと一緒にいらっしゃい。よしよし、いいねいいね、順調に。レストランとかはもういいんだよな。ここら辺だよな。ブティック、ブティックな。はい、 OK。 これで満足も上がってってくれてるはず。
カエロトも順調に満足してってる。よしよしよし、こんな感じでじゃあもうちょい進めていこうかな。来た、こいつじゃねえか、不審者。いけ、どうだ課長、泥棒を見つけた、久しぶりに見つけた、嬉しい泥棒がいたぞ。全然働かねえんだこの警備員、たまーにしか守ってくれん。もう一個増やしたのにかかわらず。そういえば俺メダル結構溜まってんじゃないかな、持ち物で8個あるね。人気アップ、あこの辺か。あ商品の入荷数アップやってみようか。あーなるほど、またどうぞ。これで入荷数がアップしたってこと。まあでもあんまり別にいらねえんだけどな。うん、よし、じゃあとりあえず年末まで行こうか。年末のうん、あの評価ね、それもまあマックス星5まで行きたいんで、そこまで進めようかなと思います。じゃあ行きましょう。さて12月になりましたね。1年がもうそろ終わりそうです。で依頼が噴水の設計が貴族一家から来ました。子供が水遊びしたいというのでね、庭に噴水を作ろうと思うので有名な彫刻家を探してくれないかな貴族っぽいな、そういうことすぐお願いしてくるところ。お金でなんとかなると思ってんだろうな。まあお金払うのはこっちだけどな貴族なら金払ってくれよ。まあうちもね2500万っていう大金を持ってるので、そんなはした金出してやるけどよ、ちゃんと今度会ったら挨拶してこいよ。おい貴族だろうがなんだろうがよ、金出してんのこっちなんだからなめっちゃ嫌なやつ金に振り回されてる人。さあ、あ来た来た来た、今年ももうすぐ終わりですね。さあブティックあるからショップ結構上がるんじゃない。あーさあでも54とかか。あーこっちがもう少しだね。まだ星5はいかないかな。 4.5 か、 4.5 だ。うーんなるほどね。まあ一旦ちょっとだけどここで貯めようかな。そうだね、一旦ちょっとここの今噴水だけ終わらせたら、うん今日のところぐらいにして、次回が多分最終回になるのかな。あカイロ島のマックスも見せたいな。新しい依頼、うわ依頼来た。あ友達の紹介、ここは素晴らしい空港ですね。今度友達も連れてきたいので渡航費お願いしますわん。これもやっとこう。そうだね、やめ時ちょっと見失うんだよな。いやーカエルともう少しか、行きたいっちゃ行きたいね。 78% まあまあ時間かかるよな。まあ終わったとしても、そっかなんかなるかな。何もなかったらねそのままちょっと貯めときたいなと思うんだけど、なんかあるんだったら見せたいよね。さあ噴水の設計が完了したそうです。噴水が建築可能。カエロ島もう少し行っちゃうか。カエロ島のマックスまで見せようか、どうせだったらね。うん噴水、うわ景色20万が、あしかもいい大きさ。あーこれは置きたいね、これは置きたいけども、どこに置くかだな。ちょっと邪魔だよな、桜取っ払っちゃうか。桜ってなんぼなんだろう。あ友達の紹介2、ワイロくん、あワイロくんはあれか、販売目的だけじゃなくてそっち側にも来てくれるんだ。じゃあ桜一旦ちょっとこっち側に移動させてもらって、ここに景色20のこれをドーンと、いいぞ。よしじゃあそれでまあカイロ島マックスまで行こうか。ワイロくん来たな、あと1人だっけ。トシ、そうだねあと1人、ソフコ姫だろうなこれは多分。ワイロくんがまたマックス行ったら紹介してくれるのかな。ていうかここら辺全然来てないんだよな、最後の1人が、なんでだろう。
どうやったら来るんだろう。まだ足りないのかな、何かがね。いけいけ、もうちょいか。じゃあちょっとためようかな。回路灯マックスまで行こうか。ん、こんにちは、あなた空港さん。カイロくんが急に喋りかけてきたぞ。来た来た来た、これで来たね。おかげさまで人の流れが増え、街中も活気にあふれるようになりました。お礼といったなんですが、行くばっかの粗品を送らせていただきました。研究ポイント200、それとこれも。あー、結局幸運の宝玉しかくれないんだな。ってことはやっぱ島的にもこれがラストか。そうだね、マックスになったね。あー、なるほどね。よし、じゃあこれでちょっと、時間経たせてみて、次回が多分最終回になりそうだね。この辺もやって、高能力も使っとこう。人気をガンガン上げとこう。よし、メダルも5個あるから商品の入荷数アップしとこう。よし、ということで今日のとこはこれぐらいにしましょう。次回多分最終回ですね。これもマックス、これ以上広がらないのかな。あ、ワイロくんさん来た。ということで次回は多分最終回です。お金それまでにがっつり貯めときます。ポイントもね貯めとこうと思います。ということでご視聴ありがとうございました。また次回よろしくお願いします。